こんにちは、エンドポイントのショケケです。今日はND ロードスターに乗られている方で、情報を共有したいなっていうふうに思いまして、動画を今回しているような感じなんですけど、何を紹介するかって言いますと、先にちょっとお見せするんですけど、これビートソニックっていうところから出てる ND ロードスター専用のスタンドセットになりますね。で、これ何のスタンドかっていうと、スマホになります。で、皆さん ND ロードスター乗られてる方って、スマホの位置とかそういうのって結構困ってる人いると思うんですけど、これっていうのは、アーム自体が、専用設計で作られてるんで、しっくりくるし、あとは、使い心地もいいんじゃないかなと思って、買ってみたんですけど、後で車の方に取り付けて使い心地とか調べてみるんで、この後のその動画を見ていただければなっていうふうに思うんですけど、この内容がどういう内容かって言いますと、もう本体自体はこれ開けてしまったんですけど、こちらですね。で、これ自動開閉がついてるタイプのスマホホルダーになってて、それでこれチーが内蔵されてるんで、スマホをセットすることによってチー対応の携帯っていうのは、充電をしてくれるようなそんな感じになってますね。で、内容物っていうのがこの、スマホホルダーと、あと USB のタイプ C ケーブルが1メートルついてるのと、あとはアームがついてて、これでセットになってるようなそんな感じなんですけど、で、自分の買ったモデルっていうのがこの DSA の22っていうモデルなんですけど、この22っていうモデルは、今話したようなそういう形の内容になってて、他にBSA の21っていうモデルがあるんですけど、それは今のこのやつは、このチート自動開閉がついてるんですけど、その BSA の21には、ついてなくて、普通に手動でっていうか、そういう形でセットできる、スマホのスタンドとアームがついてるような、そんな感じですね。スマホホルダーと、アームですねがついてるのが BSA の21っていうタイプで、あと BSA の20っていうタイプがあるんですけど、それはアームのみ、ロードスター専用の、アームのみが、あるような感じなんで、それ単体ではスマホは固定できないんで、何かしらの工夫が必要かなっていうふうには思います。自分もちょっとあんまり、説明とかうまくないんで、いろいろ話してるとボロが出ちゃうんで、細かくはあんまり説明しないんですけど、概要欄の方にリンクを貼っとくんで、そこで見ていただければなっていうふうに思いますね、細かい説明の方は。で、値段の方が、BSA の22の自分が買ったタイプっていうのが、13,640円で、手動のタイプの、BSA の21っていうのが9,130円、それで、アームのみのタイプは、7700円という設定になっているみたいですね。で、本体を組み上げたらどういう風な感じになるかっていうと、これですね。これもう組んだ状態なんですけど、あとはその、車の方に取り付けるだけっていうような感じなんですけど、どこにつくかっていうと、スマホっていうか ND 乗られてる方は分かると思うんですけど、助手席側の、ドリンクホルダーですね、させる位置があるんですけど、そこを利用して、固定するような感じになってます。で、角度によってちょっと気をつけなきゃいけないのが、ドリンクホルダーが使えなくなるみたいなことは書いてあったんですけど、それは後々っていうか使ってみて、どこの角度、大体角度って固定しちゃうと思うんですけど、いい角度のとこで固定しとけばドリンクホルダーも普通に使えるし、スマホもセットできるんでいいんじゃないかなっていうふうに自分は個人的には思ってますね。
まあ、こういう形でちょっといろいろ首が動いたりとか、ここのまあいろいろ動いたりする場所があるんで、細かくいろいろ動かしながら固定ができるかなっていうふうに思うんですけど、でまあ、ここの部分も自在に回るんで横置きもできると思いますし、まあ、縦置きで普通に、こういうふうに使い方もできると思いますし、ただ横置きにした場合は走ってる時ちょっとどうなのかなっていうのはあるんですけど、いろいろ自分もスマホホルダーって買ったりしたんですけど、なかなかちょっとしっくりくるのがなくて、今回これをつけることによって、まあ、しっくりくれば、まあ、長く使えるかなと思って、今回これを買ってみました。で、まあ、これから取り付けてみて、それで使い心地なんかをちょっと話してレビューしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、場面の方を変えたいと思います。それでは引き続き携帯の、このスマホホルダーに携帯の方を置いていきたいと思うんですけど、どんな形になるかっていうふうに言いますと、これ自動開閉がついてるんで、近くに寄せると、横が開いて、でこういうふうに閉じる感じですね。で今これチーがつながったような状態なんで、充電が開始されてるようなそんな感じになってます。で外すときっていうのは横のボタンを押してもらうとここが開くんで、それで取るような感じですね。で、もう一度やると近くに寄せて開いて閉じて、ここの横の、右側のボタンを押してあげると開くんで、これで取るっていうようなそんな感じです。それで、もう一回ちょっとこれを置くんですけど、でこのセブンのドリンクがあるんですけど、これを置くと、まあ、若干やっぱり干渉しますかね。ただ使えないっていう感じではないんで、まあ、役目は果たしてくれると思うんですけど、若干ドリンクが取りにくくなるかなっていう風な感じです。ただ携帯をこういうふうに置けて、まあ、自分の場合は充電もできるんで、まあ、こういうふうに会ってくれた方がいいかなっていうふうには個人的には思いますね。で、まあ、取り付けた時も結構がっちりしてるんで、ガタガタ動くっていうこともなさそうですし、まあ、自動開閉のあれなんで、ホールド性もこれ結構カチッと止まってますよね。
なんであとはちゃんとここのネジの部分をしっかり固定させてあげれば、そんなにブレることはないかなっていうふうには思うんで、あとは実際に走ってみてどうかっていう、そういう感じですかね。まあ自分的には結構満足してるんで、あとは走った感じでどういうふうになるかっていうことなんですけど、一回ちょっとこれをどかして横置きにもしてみたいと思うんですけど、ちょっとカメラがあるんでなかなか横にするのもちょっと難しいんですけど、まあこういう形ですかね。今度は横置きでやってみたいと思います。横置きの場合も基本的には置き方は同じで、ここにかざすことによって動くんで、まあ、これで今、固定されているようなそんな感じですね。で角度的にちょっと見にくいかなと思うんですけど、一応こんな感じで今ついてますね。まあ、横置きの方がなんとなくですけど、この辺はなんて言うんですかね、さっぱりしたような感じになってるんですけど、ドリンクを横に置くのはちょっときついかな。まあペットボトルはちょっときついですね多分。でまあこういった感じの缶のジュースとかそういうのだったら置けるかなっていうような感じなんですけど、まあ役目を果たしてくれれば自分的にはまあいいかなっていう感じなんで、これでも一応自分的には置けたかなっていうようなそんな感じです。まあそれでは一通りドリンクホルダーについて紹介したいんですけど、今回はこういう動画でND ロードスター乗られてる方の参考になればなっていうふうに思ってちょっと動画を撮ってみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。エンドポイントのショケケでした。